この番組は食べ物が食べにくくなってきたお年寄りの方に向け、食べやすく、そして家族も一緒に美味しく食べられる食事を提案していきます。ここ愛媛調理成果専門学校のクッキングスタジオから井上恵子先生と一緒にお送りします。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて今日はどんなお料理を教えていただけるんでしょうか。はい、今日はキーマカレーとポテトボールを作りたいと思います。今日のキーマカレーは、はい、ご飯がなんと白ご飯ではなくて、雑穀米って言ってて、まあ、食物繊維が豊富に含まれているもの、はい、小豆とか入っているので、はい、アントシアニンとか米を入れて、炊くのと、キーマカレーなので肉を使うのがね、はい、普通だと、はい、ひき肉ですよね、はい、なんですけど今日は大豆ミートって言って大豆をミンチにした、ちょっと前に流行ったんですけど、カロリーは低めになりますし、で油の制限をしている方にはとってもいい食品ではありますね。なので気にせずに使えるっていうところもあります。ご飯もちょっとこれすでにお水入れてるんですけど、はい、今日は240、ちょっと柔らかめに炊くようにするために水は 360cc 入れています。なるほど。ここにもう綺麗なの洗わなくていいので、あ、そのまま使えるんですね、はい、ここにこのまま入れます。でちょっと軽く手で混ぜます。はい、これで炊飯器で普通炊きで炊いていきます。大豆ミートこのままだとちょっと硬いので一旦ふやかします。で今日はレンジでキーマカレーを作る方法をしていきたいので一度ふやかします。はい、ちょっと大豆ミートを美味しくするためにコンソメを、少しだけ入れています。あー、これは水だけでもできるんだけど、はい、美味しくするためにコンソメを入れています。これからラップをして戻したいと思います。はい、時間どれぐらいレンジかけたらいいですか。はい、これは600ワットでだいたい7分ぐらい、かけたいと思います。でまたあまりちょっと火が通ってなかったら1分か2分ぐらい足してまた、はい、加熱してもらったらと思います。はい、じゃあちょっとかけたいと思います。はい、でまずは、お野菜なんですけど、もうこれこのまま一緒にフードプロセッサーで一気にやっちゃいます。もう全部一緒でいいですね。はい、でと変わらないぐらい細かくしてもらったらと思います。この生のトマトにしてるんですけど、はい、もし生のトマトがちょっと高くて難しいなっていう場合は缶詰のホール缶でも全然大丈夫ですし、ケチャップ今日も使ってるんですけど中に、はい、それとプラス、ま、トマトが200なので100ぐらい余分に多めに入れてもらってしてもらっても全然大丈夫です。それでは、大豆ミートできましたので、はい、はい、どうかな、よいしょ、ちょっと熱そうなので、いい感じです。こんな感じで見せたら、おお、湯気湯気取れる。じゃあこれで、大豆ミートができましたので、はい、ここから仕上げていきたいと思います。この人参と、玉ねぎと生姜と、ニンニクを加熱していきたいと思います。はい、レンジでするのでまたラップをして、だいたいこれは3分ぐらい、600ワットで3分ぐらいします。はい、熱いんで気をつけてくださいね。はい、あ、すごいニンニクと生姜の香りがしますね。そうなんですよ。火が通ってるかどうかなっていうのは見分けるポイントありますか。一番の見分け方としては、はい、玉ねぎが透明であるってことですね。ちょっと見てもらったら分かるんですけど、透き通ってるんですよ。はい、これで温かいうちにどんどん混ぜていきます。はい、はい、まずね、大豆ミートからして順番はしやすい方法でいいです。大豆ミートもまだ温かそうですね、はい、湯気が温かそうです。はい、はい、これで混ぜていきます。あ、温かい温かい。温かいので溶けにくいものを先に入れていった方がいいので、カレー粉を入れます。はい、溶けちゃうんですね、この熱で、余熱でというか、まあ、全部は溶けないんですけどね、軽く溶けるんで、あ、はい、ケチャップとかね、
ウスターソースとか入れていきます。はい、なんとこの中にめんつゆが入ってるんですよ。ちゃんと和のテイスト。そうなんです、結構割と食べやすいのでちょっと醤油系のコクを、で最後にトマトを入れます。でこのトマトちょっと今日角切りにしてるんですけど、はい、加熱レンジで加熱したら全然大丈夫なので、もう形がだいぶなくなっちゃう、はい、なくなっちゃうぐらいになるので、はい、出来上がりのサインとしてはトマトが完全に崩れているところが出来上がりのサインです。わかりました、じゃあトマトに注目で。はい、はいはい、それではお米が炊けたので開けたいと思います。じゃーん、はい、うん、ちょっと柔らかめに炊けています。ツヤツヤしてますね。はい、それでは、加熱されましたので、うん、おわ、いい感じに水分がトマトから水分が出たって感じが出たって感じがしますね。はい、はい、できてます。これこのトマトがこれでちょっとこうすぐに潰せる感じです。はい、これで全体的に一旦混ぜて、はい、混ぜて、で先ほどの五穀米と一緒に盛り付けて出来上がりになります。ポテトボールはもう名の通りあのポテトをボールにするんですけど、はい、今日は、まあ、カルシウム強化のために、チーズとそれからスキムミルクを入れます。はい、まあ、少しずつ取ると、まあ、骨粗鬆症予防になりますよっていうものになります。はい、でじゃがいもなんですけど、今日はあのメイクインではなくて男爵芋って言って潰しやすい芋を使っています。で、これちょっとあの耐熱ボウルに入れていますけども、だいたい 2,3 センチぐらいの大きさに、切ってもらって、これを、レンジで加熱していきます。こう温かくなると潰れにくいってことですか？そうですね、潰れにくいと綺麗にあの潰すことができないので、冷めているよりか温かい、時に潰してもらったらと思います。ちょっと一旦潰していきたいと思います。はい、はい、結構ね割と力いるんですよこれ、ちゃんとできてないと。綺麗にあの潰しておかないと食べにくくなりますので。そうか、じゃあ、はい、あのちょっと塊残らないように、はい、残らないにしっかり潰します。はい、はい、じゃあもうあっという間に潰れましたね。潰れました。味を今日は3種類作るようにしてるんですけど、はい、その前に一通りあの基本のベースの味を作っていきたいと思います。はい、まず、片栗粉入れます。これがこうつなぎというか。はい、そうです。まあ、あのもともとじゃがいも片栗粉なんで、あのでんぷんなので、はい、全然害はないんですけど、もし、片栗粉がない場合はコーンスターチとかね、ああいうものでもいいです。逆にコーンスターチ入れるとちょっと甘くなるんですけど、ね、味が、はい、コーンなんで。なるほど、はい、で、ここに、塩入れます。はい、スキムミルクを入れます。はい、カルシウム強化の、はい、であのこれ今日はあの高齢者の方のためのっていう感じにはしてますけども、はい、小さいお子さんでも全然大丈夫です。粉ミルク の近いものになるので、もし粉ミルクとかが余ってたら逆にこの中に入れてもらったらもっと甘く美味しくできるので。粉ミルクでもいいんですか？はい、でチーズ入れます。チーズ、はい、チーズはね風味ですね。ここで温かいうちにしっかり混ぜます。はい、混ざったら、はい、3等分にしたいと思います。はい、まず最初1つはプレーンで、あのこのままで、はい、1つは、ね、青じその刻んだもの、はい、でもう1つは人参の、これ手で潰せるぐらいの柔らかさにしているので手で潰しながら混ぜていきます。はい、こんな感じです。加熱した人参ですね。はい、手で潰しながら、はい、潰しながらです。あのちょっとだけ人参の形を、ね、あの置いときたいんですよ。やっぱりせっかくなので人参入りっていう感じの、はい、人参入りって
で今日普通にお湯で湯がいてるんですけど、もしもうちょっとやっぱりお湯でってめんどくさいなと思ったり時間がもったいないなっていう場合はレンジでもいいです。レンジで、はい、今日レンジを紹介するようなレシピばっかりですけど、レンチンレシピみたいな感じ で、ね、はい、こんな感じです。次に、刻んだ大葉入れます。これでも普通に入れていきます。はい、そっか。でもこうやっていろんな味、今日ねプレーンと人参、うん、大葉ですけど、はい、他にもなんかバリエーションいろいろできそうですね。トマトさんもできます。あ、トマトさん、はい、あとはネギとかどうですか。あ、ネギも全然できますし、青のりでもできます。あ、パセリでもできます。あ、パセリ、はい、パプリカでもいいです。はい、あっという間にできました。はい、じゃあこれを4等分していきたいと思います。4個ずつ、はい、先生なんか人参さんは人参の傘でなんか若干大きくなりそうな予感が、私そんなことないですかね。うん、そんなことあります。そうですよね。でも正直そすごくバカでかくなることはないと思うんですけど本当ですか、うん、ちょっと見ますね、親子みたいなでもこの子が一番ちっちゃいのは。そうですよね、そうですよね、はい、あ、でもじゃあまあいいですね、大きさもね、うん、それぞれこう、はい、はい、それでは揚げていきたいと思います。180度の温度で揚げていきます。はい、で、最初に、膜を張るので、はい、揚げてから揚げ目、焦げ目がちょっと周りが固くなってから触ってください。あ、そっか、まだ柔らかいから、うん、ちょっと我慢です。ちょっと我慢、もういいかな。こんな感じに箸でコロコロできるぐらいになったらいいです。はい、はい、あ、いいぐらいですね。はい、はい、これで順番にね、もう2つも揚げていきたいと思います。はい、そう、大葉も完成です。シュレ、シュレ、完成です。先生、はい、キーマカレー何も言わずに出されたら、はい、普通にお肉のキーマカレーだと絶対思っちゃうと思います。よかったです。しっかり味がついてると割と食べやすいので、はい、気になることなく食べれると思います。だ、その脂っこさがないので、なんか、はい、鶏ミンチで作ったのかなみたいな、そんな感じで。よかったです。すっごいびっくりです。美味しかったです。ありがとうございます。ポテトボールが、はい、すっごいクリーミーで、はい、はい、よかったです。滑らかでクリーミーで3種類楽しめて。あ、よかったです。人参がなんか、はい、人参の食感も楽しめつつ、はい、あとこうレモンかけてもちょっと、はい、味のテイストが変わって。あ、よかったです。さらにちょっとキーマカレーもつけてみたら、はい、美味しかったです。 ありがとうございます。いろいろ楽しめました。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。このレシピは愛媛調理製菓専門学校のホームページに載っておりますのでご覧になってください。それではフードデザイン、次回も見てくださいね。キーマカレー材料のおさらいです。米 240g、 雑穀米1袋、大豆ミート 140g、 水 360g、 コンソメ小さじ1杯半、ニンニク 12g、 生姜 12g、 玉ねぎ 100g、 人参 60g、 サラダ油大さじ1杯、トマト 200g、カレールー 72g、 胡椒少々、ケチャップ 32g、 ウスターソース 12g、 めんつゆストレートタイプのものを 32g ご用意ください。ポテトボール材料のおさらいです。じゃがいも 400g、 スキムミルク大さじ1杯、とろけるチーズ 15g、 片栗粉大さじ2杯、塩小さじ1/3杯、人参 50g、 大葉2枚、盛り付けでレタス、ミニトマト、レモンを添えました。